番組の途中ですが、臨時ニュースをお伝えします。 Z 市に大量の蚊の群れが集まっています。蚊が大量発生している地域と、Z 市も入ってんじゃん。その予想図を見たいと。襲われた家畜はミイラ化していたとの情報が入ってきています。万一蚊の群れと遭遇した際には必ず逃げてください。排除する。そのまま動くな。こんだけだぜ。食事が来たら吸い尽くしてあげなさい。お前が蚊に信号のようなもの、早く。この不可解な集団移動の説明を。主人であるお前を排除する。この目障りな群れもいなくなる。大軍に血を吸わせ、それをお前が独り占めした。ググパワー焦点のままじゃ殺されちゃいそうね。来なさいあんたたち。溜め込んだジュースを私に注いでちょうだい。あの数、この町全体、もっと広範囲で血を集めていたが、奴にとって血液は単なる食料ではないのか。これは早急に終わらせた方が良さそうだ。待てこらー、俺との結託がまだついてねえぞ。なんだあいつは。なんかうごめいて。え、か、え、そこのお前、避難していろ。あの群れは意志を持っている。こちらに気づけばすぐ襲ってくるぞ。マジでやべえじゃん、早く逃げよ。
お前を発見時、周囲500メートル内に生体反応がないことは確認済みだ。ここなら遠慮なく吹き飛ばすこと。しまった、一人巻き添えに。いやー、助かったよ。すごいなお前。今の何？これが本当の蚊取り線香なんつってな。あ、いや、線香と線香をかけてるんだけど。バカね。その子たちは必要なくなったのよ。だってこんなに強くなったんですもの。くらえ。教えてほしい。ああ、埼玉だけど。弟子にしていただきたい。先生。マジで来やがった。ジェノスです、埼玉先生。その先生っていうのやめてもらえる？師匠。師匠もやめろ。弟子なんて募集してねえし。あれ、お前怪我治ってね？はい、体の大部分はパーツさえあればすぐに。変わってんなお前。先生はどのようなパーツを使っているのですか？使ってねえよ。え、じゃあその頭部の肌色の装甲は？いや、これ肌だから。いや、しかしそれでは先生が若くしてハゲているということに。ハゲてんだよ、なんなんだてめえは。俺ですか？俺の話を聞いてくれるんですか？いや、いい、大丈夫。実は4年前、俺は15の頃まで生身の人間でした。人の話を聞かないやつだな。こんな死にったれた世の中でも、家族と共に平穏に、まあまあ幸せな毎日を送っていました。しかしある日、暴走し頭のいかれたサイボーグが俺たちの街を襲ってきたんです。自分が未熟なのは分かっている。しかし今は何としても巨悪を粉砕する強大な力が必要なのです。クセの博士は俺に。
バカ野郎、20時以内で完結にまとめやがれ。先生、まとまりました。先生のように強くなる方法を教えてください。ジェノス。はい。教えてやってもいい。だが辛いぞ。ついてこれるか。はい。高速接近班、来る。は？先生、ここは俺が。人んちの天井は。なんでもないです。高エネルギー反応あり。サイボーグ、まさか。ターゲットはお前ではない。邪魔だ。お前にいくつか聞きたい。全力で勝負。手も足も出ないとはまさにこのことだ。よくやったグランドドラゴン。暴れられるのにね。よそ見をするとはいい度胸だ。逃げる。先生に何の用だ。お前には関係ないのか。フルパワーマシンガンブロー。ターゲット捕捉。謝るなら今のうちだぞ。人んちの天井壊しやがってよ。手も足も出ないとはまさにこのことだな。よくやったグランドドラゴン。暴れられるのも面倒でした。おい貴様、なんだその顔は。土の中ってひんやりしつつ暖かさもあって気持ちいいんだな。眠くなってきたからほっといてくれ。これは立場を分からせる必要があるようだ。いいか、これで貴様の両目を潰す。抵抗できぬようにな。獣王はいかなる相手でも決して手は抜かぬのだ。よかろう。ならばこの獣王の力存分に見せて。ああ、変なとこ土入っちゃってるよ。おい、聞いてるのか。今土払ってるから待って。終わったか。
もうちょい。終わった。ならば今こそこの獣王の力を存分に見せてやろう。早くかかってこい。弱肉強食、これはお前だ。早くかかってこい。おい、で、おう、あ、で、晩飯何にしようかな。おう、早くかかってこい。お前すげえな。おい、おう、で、お、晩飯何にしようかな。おい、おう、で、早くかかってこい。おう、晩飯何にしようかな。おい、おう、あ、早くかかってこい。で、晩飯何にしようかな。おい、おい、おう、危ないぞ。蒸発したって無駄だぜ。で、帰った。あれ、間に合いそうもないな。やんのか。挑発したって無駄だぜ。早くかかってこい。間に合いそうもないな。やんのか。間に合いそうもないな。挑発したって無駄だぜ。それじゃ生き残れねえぞ。晩飯何しようかな。やんのか。間に合いそうもないな。おい、おう、で、おい、早くかかってこい。晩飯何しようかな。早くかかってこい。晩飯何にしようかな。やんのか。おう、蒸発したって無駄だぜ。早くかかってこい。で、おい、お、おう、おい、で、おう、で、おい、おう、晩飯何にしようかな。おう、おい、今のはさすがにヒヤッとしたぜ。で、おう、おい、大丈夫大丈夫。おう、で、早くかかってこい。私何しようかな。連続普通のパンチ。あ、質問に答えるか、このまま消滅するか選べ。愚か者め、我の実力は進化の家ではナンバー3、その程度では今も来ているナンバー2の獣王には勝てぬ。破壊されるがいい。それこいつじゃね。あの、すいません、全部話しますんで勘弁してください。
なんだお前、さっきまで片言だったじゃねえか。すいません、雰囲気出してカッコつけてました。我々のボスがあなたの体に興味を持ったようです。俺、男に興味ねえぞ。いや、違います先生。先生の人類を超越した肉体を進化の研究に利用しようと企んでいるようです。放っておけば、おそらくまた資格を送ってきますよ。よし、行くか。はい。ああ、明日は特売日だから行くの無理だしな。まずいぞ、博士に報告を。最後の質問だ。はい。進化の家は4年以上前からサイボーグ開発をしてきた。他に何体いる？過去に町を破壊させたことはあるか？わからないが、進化の家で戦闘型サイボーグは俺だけだ。プロヒーローたちを見習う。怖がっちゃダメ。勇敢なプロヒーローたちを見習うのよ。いかがですか？どちらの映画をご覧になりますか？ビースト戦隊ズーメンがおすすめです。5名の特撮ヒーローが敵を倒すという物語となっています。個性が光る登場人物ばかりなんですよ。私なんて毎回感動してしまうんです。ポップコーンとお飲み物はいかがですか？今の目標は S 級10位以内に入ることだ。ポップコーンとお飲み物はいかがですか？
ポップコーンとお飲み物。プロヒーローたちを見習うのよ。いらっしゃいませ。やあ、何か欲しいのかい？これでいいですか？どうも。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 はい、毎度です。己を磨き続ければ明日の俺は。新メニューはいかがですか？いらっしゃいませ。新メニューはいかがですか？いらっしゃいませ。新メニューはいかがですか？
ローにお金を預けてもらえるかな。どうすればヒーローにお金を預けてもらえるかな。僕はこんなに弱いんだ。いらっしゃいませ。すみません。